ニーさんという人が出てくるんですけど、はい、知的で実行力もあるが未だにタイプ独特の自信喪失問題に取り組まざる得ない例を出しますと、うんうん、私が不安をコントロールできなくなるようになると、うん、友人に全てを確認せざるを得ない気持ちもコントロールできるようになりましたと、うん、私はかつて数百かっこ冗談です、うん、の権威からの同意を得る必要がありました、うん、ほぼ全ての決断について、うん、友人たちを巻き込む必要があったのです、うん、だいたいいつも次のような1対1の会話になる。どう思う、うん、もし私が〇〇したら〇〇が起きるかもしれないわ、うん、お願い私のために決めて。最近になって自分にとっての権威を一人二人の信頼できる友人に絞りました、うん、そして時には実際に自分で決断を下してきました。自分自身の内なる導きに触れられるまで、うん、タイプ6は絶えずその時々で最も影響力の強いところになびく、うん、卓球のボールのようなものですと、うん、この反応性リアクティビティリアクションってことですかね、うん、故にタイプ6について私たちっていうのは作者さんですね、うん、が何を言ってもその逆も往々にして真実なのですと、まあ、あっちに行ったりこっちに行ったりって言いますからね、うんうん、タイプ6は、うん、考えて行動して、うん、あっちに行って感じてこっちに行ってみたいな、うんうん、でまたこっちで考えてあっちに行って感じてみたいな、うんうん、タイプ6は強いとともに弱く恐れとともに勇気があり、うん、信頼するとともに不信を抱き、うん、守りに入ると挑発しますと、うん、両方ある気立てがよく、うん、気難しく、うん、アグレッシブで受動的で、うん、いじめっ子でありながら弱虫、うん、主性でありながら公正、うん、考える人であり行動する人、うん、グループの中にいれば一人の時もある、うん、信じるとともに疑い、うん、協力的でありながら妨害する、うん、優しくて意地悪、うん、寛容でケチなどなど、はい、それがタイプ6の特徴的な指紋ですと、うんうん、矛盾した状況、うん、彼らが正反対のものの塊であるという事実なんですと、うんうん、タイプ6にとっての一番大きな問題、うん、彼らが自分自身の感情的不安を解決せずに、うん、周囲の環境の中に安全を確立しようとすることですと、うん、けれどもタイプ6は不安に直面することを学ぶと世界は常に変化していて、うん、本来不確実なものだが、うん、自分はどんな状況にあっても落ち着いていて、うん、勇気を持つことができるのだ。あ、分かっちゃった。あ、どうしよう説明しよう、はい、そっか揺れる中でも、はいはい、一個の確立したものが、うん、揺らがないものがあるんじゃなくて、うん、揺らいでいても、うん、大丈夫なんだよ、うん、っていうことですねおそらく、はい、大丈夫ですよ。この人は揺らいでいても本来平気なんですよ。確立せねば動かないものがなきゃいけない、うん、っていうことじゃなくて、うんうんうん、この揺れる中でも、うん、僕は立っていられるんだよ、うん、なんですよ、うん、そうなんですよ、うん、人はみんなそうなんですよ人はみんなってこの人はスキューンってきましたね今はい、みんな、まあ、立ってられるんですよ。そうなんです。立てられないってみんな何かしらそういう思いがあるって、ね、こうやってね何か鉄棒にブラブラし、うん、ずっと握ってなくても、うん、離しても大丈夫。そう、みんな手放しても大丈夫なんですよ、うんうん、手放してもこうやって生きていけるはずなんですよ、うん、でそれがこう信頼みたいなのか他のタイプではこう成功なのかみたいなところですよね。で、うん、この人たちはその何か揺るがない、うん、揺るがないもの、うん、が必要必要、うん、いやいや違うと、うん、揺らいでていいんだと、うん、揺るがないものはなくてもいい、うん、あ、そう、うん、揺らいでていいんですよ。揺らいでていい、君は君でいい、揺らいだ君でいいんですねこれは、うんまあ、揺るがないものがないといけないって思い込みがあるって話ですよね。思い込んでる、はい、から揺るがないものってこう権威とかにつかもうとするみたいな。でもここで出てくるのは、うん、それだけじゃもう飯はまたいつも言うけど、うん、飯は食ってけんのですよ。でそこにしがみついても飯は関係ないって話ですよ多分。口喧嘩強いね、はい、確かにね、うんうん、権威にしがみつかなくても大丈夫って話ですよね。
そうだね、うんうん、だからこう多分本を読むみたいなのもそういうところがあるじゃないですか。何かを求めて本を読むみたいな本はいいよっていう、はい、だから本読まないとダメみたいな脅迫観念も同時にあるし、ね、三島も太宰もねみんな悩んでるそう東大行ったのに、うん、みんな悩んでるんですよ、うん、行きにくいってみんな言ってますよ、うん、で行きにくい別に本を読まなくても、はい、平気で行ける人いっぱいいるじゃないですか。あこれね今、うん、本を読む人ダメって言ってるわけじゃないです。あダメって言ってるわけじゃない、はい、あの読み方がなんか二等辺の読み方が、はい、なんか本を読まないとダメだって思って読んでるような感じがするって話ですよ。僕からの見え方が、はい、本を読むとそこに救いを求めてるってことですね。救いを求めて読んでるみたいな、はい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 、なるほどなるほど。何かこういいことがあるって言ってたみたいなのがあるじゃないですか。いいことはありますよそう、はい、本を読むといいことはありますよ、うんはい、っていうなんかちょっと半分脅迫観念とかこう揺るがないも の, そその不安をなくすために読んでないかっていう指摘ですね、うん、それはで本っていうのがもう揺るがないものみたいな価値観にあって、はいはい、そこにこう捕まろうとしてるみたいな、なるほど、うん、そういう感じで読んでる感じがするっていうっていう指摘ですね、うんはい、読むのがいいとか悪いとか、はいはい、自分自身を信頼して信じることが大事なんじゃないかと思うようになりました、うんうん、で時々が言ったので、はい、ちょっと来週それを問い詰めますよ、はい、お前嘘だろそれごめんなさい。そう思ってるって話ですよね。っていうのは要はこう自分が信じれないから、はい、他に信じれるものに頼ろうとするみたいな。ああ、うん、自分って何の選択に要はさっき二面性が全部あるじゃないですか、はい、信じると同時に疑うとか、はい、でなるからこう迷うわけですよね。自分はどっちなんだ、はい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 、でそれがこういっぱいあるわけじゃないですか、うん、でなった時にこう自分自身が信じれないからじゃああの人偉いあの人が言うことを信じようみたいなはいはい、はい、っていう話ですよね。よりも、うん、自分の選択を信じろって話ですね、うんうん、信じれるかなこいつ。信じなきゃいけないんじゃないかなって思ってるって話だよ。信じれるかどうか置いといて。あ、よかったあいつが急に向こう行っちゃったと思ってよかった、うん、そういうことですね、うん、じゃあわかる。揺れるのは仕方ないと思えば楽になるんですかね。揺れるのも仕方ないっていうよりも揺れるもんだっていう、揺るがないものなんてそもそもないって話です、はい、なんて言うんだろう、うん、そうですね。揺れてても揺れててもいいとかっていうよりはジャッジしちゃダメですねこれは。ごめんなさい、はい、揺れない揺るぎないものなんてものは存在しないって話ですよ多分。かもしれないです。あの揺るがないものがなきゃいけないっていう思い込みがあるって話だと思うんですよね6の人には。はい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 、うん、